はい、本日はですね、冬に使える小物をご紹介していきたいなというふうに思います。僕はですね、よくダウンジャケットとかね、アウターとかトップス系は結構多いんやけども、小物の紹介しへんやないかということでね、よく視聴者の方から、なんか手袋のおすすめありますかとかね、なんかもうちょっと小物ありますかなんかいうことをいただいててね、確かに小物作ってないなと思ったんでね、今回小物をご紹介していこうかなと思います。で、やっぱり寒いですよね、こう、室内でおってもこうダウンジャケット着ちゃおうかなと思うぐらい寒いね、最近なってきたなと思うんですけども、まあ、この動画ではね、僕が、普段愛用してると言いますか、よく使ってる小物なんかをねご紹介させていただこうというただそれだけの動画でございます。で、実際使ってみてね、こういう時にこれいいですよとか、逆にこういう時はあんま微妙でしたねみたいな話をねしていこうと思いますので、本日の流れとしては、今日おすすめするのをね一応5点あります。で、5点あるんやけど、メインは4点かな、4点あるんですけど、それをご紹介していって、どういう時に使ったらいいですよとかね、どういう時に使えますよなんてお話をしていこうと思いますので、まず1つ目からいきたいなと思います。1つ目がね、もう先にここにある手袋からいきましょうか。手袋もね、僕4つぐらいあるんかな。お前手1個しかないのに、手は2個あるんかしかないのに、なんでお前4種類もあんねんって感じなんですけども、全部ねノンストレスの手袋であって、こんな感じのモワモワしててね、あったかそうやなっていうような手袋から、もう全部モワモワバージョン、なんかセサミストリートのね赤いやつってね、こんな柄でしたでしょ、こんな綺麗な素材やったでしょ、でそんなんがあったりとか、あとそれ以外にやったらね、こうなんやろな、なんか巨人の手というかね、ゴツゴツしたね手袋があったりとか、もう結構スタイリッシュな手袋があったりするんですけども、この4つの中でね、僕が一番よく使ってるっていうのはこれなんですよね。この手袋が僕一番よく使ってて、実際に僕使ってるやつはねこちらにあるんですけども、5年以上使ってるのかな、もうボロボロでね、毛玉とか山ほどついてるからね、これどないかなと思ったりはするんやけども、こちらがね、僕使ってるやつです。ただね、この手袋に関してはあったかいっていう感じではないんですよ。じゃあなんでつけてんのっていうと、風から守ってくれるっていうことでね、この手袋のね、この手の甲の部分だけが一応暴風なんですよ。で、こっちの方は暴風じゃないんですよね。だからどういう時に使うっていうと、やっぱバイクとか自転車とか乗ってる時って、この手の甲のとこ風受けるでしょ。そんな時なんかは結構使えたりするんやけども、あったかい手袋っていうよりかは、こう風からね手を守ってくれるような手袋というところで、チャリンコとか乗ってはる方はね、めちゃくちゃ使うんちゃうかなと思います。僕もチャリンコ乗る時はね、絶対これつけてるからね、おすすめかなと思います。で、これ今出てるんかな、ちょっと分からへんけどね、2つ目これデナリのね、デナリ手袋みたいなのがあるんですよ。で、このデナリ手袋もね、いいんですよ。このモアモアがあって、切り返しがあってね、このナイロンがあったりするんやけども、ちょっとね、このナイロンの部分突っ張るんですよ。だから若干使いづらい。だから使いづらさ感じるんや、考えるんやったら、これはね、僕はもうおすすめしません。というのも、見た目だけでね、選びはる方はええと思うんですけど、ちょっと微妙かなと思うし、この辺はね、暴風じゃないからね、寒いんですよ。風来たらね。だからチャリンコとかには向いてない。逆にこれ歩きとかはね、こっちの方がいいかもしれない。このヌーベスタイルというのがね、やっぱモコモコしてる分あったかいしね、ええかなと思います。ただ雪国の人は無理ですよ。これじゃ無理。やっぱ風も通るし、雪とかもね染みてくるから、これはね、ノースレスの中であったかい手袋がいいって言ったら、これがバーサロフトやったかな、ちょっと忘れたんですけど、下にね、おそらく正式名称が書いてると思います。リンクも貼ってると思うんですけど、そんなんがあると。で、いっちゃんね、雪国に持ってこいわ、やっぱこれ。で、ゴアテックスなんですよ、この手袋。見てください、こんなゴツでしょ。これこそヌーベですけどね。これはね、もうゴアテックスやから、水でも大丈夫やし、あとそれこそスノボーとかでもいいかもしれないんですけど、やっぱここまでゴツくなると、いろんな天候で使えるのはええんやけども、操作性めちゃくちゃ悪い。チャリンコの棒ですら握るのちょっと大変やからね。こう細かい操作しはる方とかはね、これ絶対向いてないんですけども、極寒とかね、もうとにかく寒うてしゃあないねんっていう人はね、これあったらね、中もなんかフリーズ素材みたいに使われてて、あったかいし、なおかつ全天候いけるということで、もうむちゃくちゃ無敵なんですけども、スタイリッシュさは全くないというようなね、手袋になっております。だから一般的に何っていうと、僕はよくね、このよくさっきチャリンコとかでも乗ってる時使ってるって言ってたね、手袋をおすすめしたりはしてます。こんな感じだからね、細いしスタイリッシュやし、あと一応ねスマホも対応してたりするんですけど、これ洗いすぎてるから、もう摩耗してね、この3本指の時とかね、もう全然スマホ対応反応しませんよ。これ僕も1年か2年ぐらいでも反応せんくなったんやけども、つけた状態でこうスマホ触ったりとか、そんなんができるみたいなんで、何倍だかな、6000、7000ぐらいだかな。ほんでなおかつね、修理も対応してくれるしね、僕もこれ1回破れてるんやけどもね、修理で0円で直してもらったりとかもしてるし、そうやって長く使うっていうのもありかなと思うので、ちょっと風をね遮りたい方はこの手袋がね
ね、僕は個人的に一番おすすめかなと思います。もう何年か前にもね、これおすすめですよって言ってね、結構皆さん買ったっていうことが言ってて、一時ねもうほんまに在庫なかった時があったんですけど、今やったら買えるんちゃうかな。最近そんな寒いね、冬来てないから暖冬やからね、まあ買えるとは思いますけど、まずそれが一つ目で、二つ目というと何かというと、まあこれちょっとどうせやったら動画で紹介したやついきましょうか。これね、あのチャリンコ乗ってる方とかやったらめちゃくちゃ分かるって言ってくれるけど、この耳当てで、耳当てってね、はふざけんなと思うじゃないですか。こんなかっこ悪いの俺するかと思うかもしれんけどね、つけてみてください。めっちゃあったかいから、これたまらんやないかいと。でこの耳当てに関してはね、特にどこのブランドとかじゃなくてね、僕これいただいたものやからね、あのこだわったわけではないんやけども、こう耳のとこにねふわって入れるじゃないですか。でこの耳今かぶさってるでしょ。もう冬場ってね、もう外の耳もう寒すぎて切れるかなっていうぐらい寒いじゃないですか。これつけた瞬間全く寒ない。ほんでふわふわやからもう包まれてるんですよ。で同じやつがねあるかちょっと今はわからないんですけども、僕もチャリンコ乗る時とかはね、もう風が冷たすぎて耳取れそうになるからこれつけたりしてるんですけどね、あのしっかり音も聞こえるし、周りの音とかもちゃんと聞こえるし、ほんであったかいからね、こうダウン、いくらいいダウンジャケット着ててね、ここから下は守られてるけど、ここから上も激サブっていう時はもうニット帽をかぶるか耳当てはしとかんとね、こうまあ耳取れちゃったら困りますよねなんて言ってるのでね、これはいいかなと思います。ちなみに僕の場合はね、あの顔がないからかわからんけど、こういう普通のバージョンでかけることができひんので、こうやってます。まあもともとこういうやつかもしれんけど、まあちょっとよくわからんけど、こうやってねつけたりはしておりますので、まあ、あんま派手な色とか持ってきたりしたら、なんかあの人耳つけてんなって思われるけど、まあこれぐらいやったらね自然にいけるでしょ。だからええかなと思います。でこれ結構僕使ってます、実はね、こっそりと。まあ見た目そんな良くないんやけども。でね、次3つ目がね、何かっていうと、まあ最近これ買ったやつですけどね、やっぱ冬用のサンダル。で、本格的に寒い方はブーツ履いた方がいいと思うんですよ。スノーブーツってこう、ダウンが入ってるブーツ。あんなそれあったかやろなと思うけども、まあそこまではいらんっていう方ね、結構本州では多いんですよ。関西、関東に住んではる方ね、スノーブーツまでのあったかいのはいらんねんけども、まあちょっと普通の靴よりあったかいの欲しいなと思ったらね、まあこの辺がいいかなと思います。ただ出てる範囲多いでしょ。くるぶしとかもう丸出しやからね。まあ、保温性があるかどうかというのは分からんけども、まあ、気軽に履けてあったかい履物欲しいな。はい、じゃあこれですよねっていうことでね、すぐはいいかなと思います。まだ僕実際冬履いてへんからあんま分かってへんから、あんまおすすめしてどうかなと思うけども、まあいいでしょう。で次4つ目がね、何かというと、これもね動画で紹介したことあるんやけども、ノースフェイスのインナー、分かりやすく言ったらユニクロとかのヒートテックのノースフェイスバージョンと思ってくれたらいいと思います。ただユニクロのヒートテックってね、僕ずっと言ってるけど、あれめちゃくちゃ危険なんですよね。でなんで危険なんていうと、ものすごいその保温力がで極端とかであったかいっていうのはいいんやけども、暑すぎて汗かくことあるじゃないですか。で汗かいた後ってね、結構乾きづらいんですよ。だからその乾きづらさが原因で次風邪ひいたりするっていうこと結構あったりするんで、でもねこれはね、汗かいてもね、そもそも吸わんっていう、汗とかあんま吸わないんですよ。だから高いし、汗冷えがないというか、寒くなってこうへんということで、まあ、これ言っちゃかったらね、その着替えやんでいいんですよ。一回出ますよね。こう、家から出ましたと、買い物とか行きました、その後遊びに行きました、お出かけしましたってなったりしても、その最中、絶対汗かいてるんやけども、これやったらそもそも汗吸わへんし、すぐ蒸発してくれるから汗冷えもないということで、これは言っちゃかったらいいですよっては言うてたんですけども、実はね、これ最近僕あんまり暖冬やとかね、あんま着てないんですよ。ロンティー1枚と、ダウンジャケットだけやからね、まあ、そこまで活躍はしないんですけど、特に寒がりの人とか、あとユニクロヒートテック使ってある人は、まあ、僕はもうおすすめせえへんというかね、汗冷やしやすいし、その体調面がねどうなんかなと思ったりするんで、まあ、僕は基本的にはもう周りの人はね、絶対ユニクロ あのヒートテックは着やん方がいいでというふうに思ってはいてるんですけども、まあ、そんなことがまあ3つ目4つ目かな。次がグローブ、すぐインナー、耳当てって言って、最後はおまけですね。まあ、これは冬場じゃなくていいんですけど、まあ、一応小物なんで、ね、紹介しておきます。っていうのも何かというと、僕はずっとストックで持ってる靴下ね、靴下ナイキの靴下をずっと履いてます。もうこれ年中、春であろうが夏であろうが冬であろうが秋であろうが関係なくずっとこれ履いて、なんでそんなことしてんのというと、靴下を選ぶのってめっちゃめんどくさくないですか。今日何の靴下履いていこうかってめんどくさいし、これだいたい靴下なんかね、白履いときゃなんとでもなるんですよ。ちょっと出かけるときとか、あと人のお家上がるときとか、あとちょっと小綺麗に見せたいときとかでもね、なんでもとにかく白履いときゃいいんよと。で黒履くときっていうか、色物履くときっていうのは葬式だけなんですよ。それ以外はもうずっと白履いといたらええということで、これ持っといたら、これはねショートくるぶしバージョンもあるし、僕みたいにミドルもあるしね、もっとロングもあったりするんですけど、まあ、3足でね1000円ぐらいでずっと買えるんですよ。でどんなタイミングでも買える。その冬であろうが夏であろうが春であろうが関係なく絶対これ買えるもんなんでね、まあ、僕はストック用として置いといて、ちょっと汚れたりしたらもう捨てて新しいのに生えていくっていう感じでバン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 回してるんですけどね。冬のねモコモコ靴下もね、あったかくてええんやけども、それ1回履いたらね、次春先暑なってくるでしょ。ほんならまた買えやなあかんなっていうの、それもめんどくさいからね、もうとにかくこの靴下履いときゃいいよって今までも履いてますけどね。もうずっと
っとこれ履いてますわ、で汚なったら捨てるというスタイルなんで、まあ、ぜひねこれはあの冬のおすすめじゃないんですけどね、皆さんもちょっとやってみてください。こうあの靴下迷わんでいいってね、めっちゃあの余計なこと考えんでよくなるからね、いいんかなというところで、今日は手袋とあこの耳当てですね。耳当ては比較的多分安いと思います。これ何のブランドでもないしな、その辺にあるようなやつなんですけど、まあ、いただいたものやからあんま偉そうに言うとあかんねんけども、あのどこにでもあると思うんで値段もそんな高くないし、まあ、僕が一応ねチョイスしてね、これや僕やったら今これ買うやろなみたいなのもね下に入れてますけども、まあ、それと次はインナーですよね。インナーノースフェイスのインナーロングスリーブホットクルーってやつかな、まあ、ユニクロのヒートテックをよりもうちょっと改良したやつというか、まあ、もうちょっといいやつって感じなんですけどね、まあ、そんな感じで最後は靴下ですということなんで、まあ、冬のねこれからあの寒くなる前に一個揃えといたりとかね、これちょっと俺には役立つな、自転車乗ってるからこれ使おうかなとかね、俺歩きやからこういうのいるなとか、あ靴下めんどくさかってんなっていうのをね、まあ、それぞれ皆さんご自身あると思いますので、アタックゾーンこうしてねなというふうに思っていただければ幸いです。ということで本日はですね冬の小物おすすめ4点をご紹介してみたというわけになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。